これアウトやろ W100 万円獲得した西武栗山の激レアだに衝撃グラブに当たってるの芸術点高い西武栗山が PAYPAY ドームならではの激レアだ。プロ野球西武の栗山匠外野手が100万円を獲得した一打がファンの注目を集めている外野の10人目の野手のグラブに直撃 これアウトやろ初めて見ましたこういう奇跡が起こるんだなとコメントが集まった20日に PAYPAY ドームで行われたソフトバンク戦の出来事11の5回西から打席に立った栗山は武田翔太の変化球を引っ張ったポール際に飛んだ強いライナーはフェンスにある福岡銀行の広告でグラブを構えるマスコットユーモのグラブを直撃した このイラストに打球を直接当てると副銀賞として賞金100万円が贈られるイラストどころか奇跡のような確率でグラブの部分にボールを運んだ栗山の一打をパーソルカリーブテレビが公式 YouTube に公開した。 ファンからはちゃんとグラブに当たってるの芸術点高いイラストどころかそのグローブ真ん中に当てるという凄さと驚きのコメントがさらに両軍選手のはッキプリにベンチのお金ポーズもかわいいおかわりくんの反応かわいいテンション上がっててかわいいとの言葉も寄せられたほんまにグラウンドには線が落ちてるというものもあった。2000本以上売ってるるバッターとともなると まだまだいろいろな打球があるもんなんですねチンプレーコープレー同様必死にプレーしてる中にこういったほのぼのする場面があるのもプロ野球の魅力ですね何がすごいって40歳前後で外野にポンポンとマシンに当ててボール飛ばすところですおかわりくんはポイントでバットしならせて運ぶタイプなので年齢関係ないと思ってましたが普通は当てるのが精一杯の年齢です応援してますよ賞金もらえるのは知ってましたが こんな綺麗にグラブにおまるとはもう見れないかもしれませんね。両軍の選手ともにちゃんと賞金出ることは把握してるんですね。賞金は子どもたちに寄付するそうですね。かっこよい。本当なら右ぎきでアウトだったのに落球してるのが痛い。ヒットじゃなくてエラー出ゅにしないとダメ。アウトではありません。確かにフェンスグラブに当たっていますがボールはグラブからこぼれています。